おはようございます。おはようございます。ちょっと説明してもらっていいですか、今の状況。説明ですか。いや、だそうですね、お兄チャンネル100万円スタートした馬券がですね、今のところ1億プラス収支で、そしたらお兄チャンネルチームの作家の方からちょっと来てくれるかと言われて来たのが今です。まだ何も説明してないですもんね。何もしてないです、はい、実はですね、はい、今からとある発表をします。発表？はい。今から1億円を手にします、はい、おめでとうございます。ちょっと、いや、意味わかんないです、意味わかんないです。いや、おめでとうございますじゃなくて、もう私はですね、はい、もっと早く1億円に近づくと思ってたんですけど、はいはい、いや、無理でしょ、そりゃ100からですよ。本業、本職は芸人さんですよね、はいはい、そういうことです、はい。なんで芸人になれたんですか。なんで、それはもうテレビではもう新喜劇も見てましたし、オール阪神・巨人師匠のネタとかもいっぱいも見ました。それです、そこが大事なんです、はい、昔からずっと見てた、いわゆる具体的なイメージがあったっていうのは非常に大事ですよね。はいはい、イメージ大事だと思います。実は私のところにですね、はい、先日、はい、とある方からメールが来まして、と、はい、N さんって書いてますけど、はい、もしよかったら、はい、1億円を見に来ませんかと。え、現生っすか。はい。1億円マジっすか。え、そんなすごい人いてるんですか、はい、1億ここで見れるんですか。では、はい、東京で会いましょう。東京かい。さあ、東京までやってきちゃいましたけれども、しかもここはもう東京の中の東京、六本木です。もう場違いやって。で、先ほど、はい、N さん、N さん、はい、方から、はい、私のところに連絡がありましたんで、はい、それをお兄ちゃんのところに転送しましたんで、ちょっと読み上げてもらえますか。あ、はい。仕事で急に抜けられないことになり、え、そちらに行けません、申し訳ないです。お金はホテルの部屋に置いてあります。ホテルのキーを部下に持たせて渡します。お兄ちゃんさんにくれぐれもよろしくお伝えください。マジっすか。どんな人やねん。部下のこと信頼しすぎですって。見てください、ちょっともうサブイボ出てますもん、ほら、ほんまに。ちょっと、行きましょう。さあ、ということでホテルの部屋の前まで来ました。カードキー渡されたんですけど、見てください、これ、ここ52階です。高すぎる。失礼します。失礼します。おい、ちょっと待ってください。ここマジでジェントルマンしか泊まってあかんとこやでしょ。おお、風呂広っ。洗面台2個あります。いらんって、1個でって洗面台。すげえねんけど、東京という額やん。でかい。すげえ。ちょっとマジですっご、初めてやこんな景色。すごっ。え、あれヒルズなんですか、あのでかいの、はい、マジか。さて、メインは何でしたっけ今日は。いや、そうですよ、メインは、はい、1億円ですよ、はい、ほんまにあるんすか。ちょっと待ってください。そりゃ、ちょっと待って。いや、俺が昔買ったスーファミと同じでかさやねんけど。どうあそこに何かタオルがかけられてるんですよ。見てください、これ。これ俺が昔一番最初に買ったスーパーファミコンと同じでかさやん。ちょっと待って、心拍数131までいってる。やっば。ちょっと待ってくださいね。もうこういうの付け方も分からへんわ。これどうしたらいい。おお、眩しい。じゃあお兄ちゃんの心のタイミングで。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと一回挨拶しておきました。また後で。いきますか。
今もうパッてめくってすぐ見ていいんすかね、俺一回目つぶっとこうかな任せます。いきます、3、2、1、パン。まだ見てない、まだ見てない。見ていいですか、じいさん。いいですよ。見ていいですか、せーの、ボー。ちょっと待って、こんなことなってんの。N さん、ありがとうございます。すごい、これちょっと汗いっぱい書いてきたマジで、いや、ほんとスーファミとかやって申し訳ないわ。せーの、あ、めっちゃ重たいっすよ、これ。うーわ、重たー、マジで重たい。うわ、これうちの3歳の子より重たいマジで、ほんまに。ちょっとみんな、これこれ1億ですよ。え、こんなお金の持ち方ある？すっごっ。ビニール開封していいっていう許可いただいてます。マジですか。これだから、その何、お菓子的にこうビーって、そんなとこないやろ。そんな、ないんですか、ね、その赤い、赤いやつないですよ。ないんですか、あのピロピロってやつうわ、一つ出していきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1億あるわ。なんかめっちゃ難しいことにチャレンジしてるなっていうことが今新たに分かりましたし、今はその今まで自分がやってきたことで試してやって、まあ、ちょっとずつ増えてるじゃないですか。はい、どっかに大勝負いかんと、これはもうとてもじゃないけど届かんっすね。どっかに大勝負いかんと、どっかに大勝負いかんと。今までやってきて当ててきたから YouTube 始まったじゃないですか。はい、それは YouTube 始まったからって言って、なんかテイスト変えるのが嫌やったんです自分の、うん、だから地道にやっていく部分もありながら、いざ大勝負する時のために日頃から別の買い方でちょっとリハーサルやっていくっていうのもありかもしれない。ふつふつともマジでやる気が出てきました。もうお兄チャンネル見てくださってる方が思いっきり僕のことを信じてこれやってくれてるわけでしょ。で、よくお兄チャンネルの生配信やってる時でもコメントもね、会ったことない人やのにめっちゃ優しいコメントの方が断然多いんですよ、うん、ほんまに心から応援してくれてるというか、こんなに周りの人が僕のこと信頼してお兄ちゃんやったらやってくれるかもしれへんと思ってくれてるんやっていうのが今もうほんまにひしひしと感じております。これはまたさらに気合い入りましたね。多分競馬やから今後すごいこともありえるんですよ。ずっと当たらないこととかもあって苦しいこともあると思うんですけど、なんか乗り越えれそうな気がします。今日がもう新たに僕のスタートっす。マジでやりますわ。イメージつきました。 N さん、ありがとうございます。本当に改めてお兄ちゃんは100万円を1億円にして馬主になってジェントルマンになります。見といてください。頑張るぞ。